佐藤美久の女優道始まります。皆さん、今回も佐藤美久の女優道お聞きいただきましてありがとうございます。新型コロナウイルスの影響が世界規模で蔓延し、日本でも感染拡大が続いております。特に若い世代の感染拡大がデータとしてどんどん上がってきております。どうか皆さん、もちろん私も含め、言い聞かせの意味も込めまして、どうぞ自分のことを守りながら、人にどうやってうつさないか、そのような意識を皆さんと共有していきたいと思っております。そして、今、この番組はじめ、世の中のメディアが再三お伝えしている通り、どんな状況下にあろうとも、基本の、感染予防は手洗い、うがいの励行、そして3つの密、密閉、密集、密接は避けることで、自分たちが感染源にならないための予防は今できる最大のミッションだと思っています。この状況が少しでも改善されるよう、みんなで地道に続けていきたいと思います。そしてこれも声を大にしてお伝えしておりますが、新型コロナウイルス関連のニュースやそれに派生したテーマなどについて、信じられない不謹慎な、そして全く根拠のない情報に耳を傾けることなく、いろいろな情報などについては絶対に公式のニュースソースでご判断いただきますよう、私からもお願いしておきます。繰り返しますが、こういう時こそいろんな発信源で公式の正式な情報収集に、みんなで努めていきたいと思っております。今回も時節柄、オープニングからちょっと固めのお話をさせていただきましたこと、このご時世ご容赦いただけましたら嬉しいです。それではいつもの進行に戻りまして、今回の最初のコーナーは映画主題歌リリースへの道。さて、このコーナーは昨年末まで撮影がありました、私も出演させていただいております映画ラストソングはの主題歌を、なんと私が歌いリリースまでしていただけるということで、今回の楽曲の、作曲とプロデュースをお願いしている元アイウィッシュのなおさんがにご紹介いただきました宇津先生のところで、ボイストレーニングの一部内容紹介、その成長ぶりと途中過程をですねお伝えしていこうというコーナーです。はい、ということで、そうですね、今もね頑張らせていただいているんですけれども、この間もね、この間の放送でもね同じようにちょこっとさせていただいたと思うんですけれども、大サビとねサビの、難しさということで、私がちょっとリズムというか音程が取りにくいな、ちょっと取りにくいなという場所が部分がありまして、そこをいかに、こうなんていうか、ここでちょっとっていうのを思わせないというか、思わせないようにするには、宇津先生がおっしゃるには、そうですね、そういう時こそ明るく歌う、でちょっとこう流れる感じで、歌うといいよっていう風におっしゃっていただいて、それをやっぱり素直に受け入れることによって、これも何回も私ねこの番組でね結構言っておりますけれども、素直に受け入れることによって、やっぱすごくスッと入ってくるんです。あ、今のできた、ちょっとやっぱり力んでしまうと、あ、違うなというふうに、そういう、練習はね、日々ね家でねさせていただいてるんですけれども、このね大サビと、そうですね、その大サビの部分で私がねちょっとねなんか難しいなというところがあったんですけれども、で次ですね、最後サビでこの曲、実はサビで終わるんです。大体の曲そうなのかなとは思うんですけれども、その今までこの歌ってきたこうずっとねこうサビが2箇所あるんですけど、その2箇所の部分で歌ってきたとは違うサビの、終わり方にした方が、やっぱそのですね、割りやすというか、かっこよく決まるっていうふうに、先生もおっしゃっていて。で、サビのその最後のサビの冒頭、最後のサビの初めの2行って言ったらいいんですかね、ここね今私の手元に、歌詞があるんですけれども、そこを、今までよりすごくゆっくりに歌う、そしてで後の3行があるんですけれども、そこはいつもの通り歌う、
そして最後の、決めのところは、一回息を吸って音を出すっていう風に、おっしゃっていただきまして、すごいやっぱり本当に前も言ったんですけど、プロの歌手の方って本当にすごいなっていう風に改めて思いました。もう私もメモ尽くしになって、もう歌詞ちょっとなかなかあんまり見なくなってきてしまうぐらいなんですけれども、うん、それだけやっぱ難しいんだなって改めて思いました。でこのまあ歌詞をね作っていただいたんですけれども、この歌詞って作詞、あ、歌詞じゃないです、作詞ですね。作詞ってものすごく大変で、まあ、以前もねお話しさせていただいたと思うんですけれど も, もういろんなこう文字数を合わせていかないの、合わせていかないといけない、そして音にも合わせていかないといけないっていうのがすごくこうなおさんとのこの、話し合いで、こうこの曲、このメロディーに合う歌詞お願いしますとか、なかなかすごいハードというか、こういう風に曲って作られていくんだなっていうのを私も間近で見ておりましたので、大変だなという風に改めて思いました。はい、いやそれをねすごくこう頑張っていただいた歌詞を、歌詞という歌詞で、そして奈緒さんが、作曲していただいたを合わせて、本当に私は責任重大というか、しっかり頑張らせていただかなきゃいけないなというふうに、私もね毎日必ず歌うようにはしております。このご時世なかなかカラオケにもね行くことはできないので、頑張ってね家の中で、歌っております。で最近本当に例えば鼻歌とかで私がなんか歌ってると、なんか歌うまくなったねって結構家族に言われることがあって、それってなかなか嬉しいことだなっていう風に、やっぱこう頑張ってきた甲斐があるなっていう風に思いました。で私がこのラストソングのこの映画の主題歌歌ってると、その曲いいねっていう風に言ってくれるので、いや頑張らなきゃなという風に思います。はい、でこのいろいろある前に、私もカラオケに、行ってた、まあ、時期というか、まあ、あるんですけれども、もちろん、このお店になる前ですね、うん、で今まで結構私歌ってきた曲、歌ってきたっていうかカラオケ自分でね趣味の範囲なんですけれども、歌ってきたのって結構男性の曲結構多かったんですね今まで。でやっぱ私自身女性なので、そのいろんな歌をこう聞いてその練習するっていう時は、やっぱり女性の歌を聞いて、練習していった方がいいっていう風に、多分これもこの話も以前したかなと思うんですけれども、最近はいろんな方の歌を、最近の、流行りの歌であったり、それこそリサさんの、グレンゲであったり、ウルさんとかも聞かせていただいておりますし、あとチコウィズハニーワークスさんとか、まあ、アニソンから、J-POP、いろいろ聞かせていただいて、やっぱりそういう人それぞれのこうなんていうんですかね、歌い方ってやっぱあるので、すごくそれが、まあ、今までこう自分がこう好き好きっていう曲しか聞いてこなかったので、世界が広がったなっていう風にとても思いました、うん、それをすることによって、その、まあ、今までこう自分が好きだった曲を歌うと意外と点数が上がっていたりとか、すごいなって思いました、まあ、それも自分の成長っていうか、まあ、それも喜ばしいことだなっていう風に改めて思いました。まだね引き続きね頑張らせていただきたいと思いますので、そうですね、まあ、ちょっとね私も大サビの部分がねもうちょっとね頑張りたいなというふうに、私まだ引っかかってる部分があるんですけれども、そこね頑張らせていただけたらなというふうに思いますので、引き続き、頑張ってまいりますので、ぜひ皆さん応援のほどよろしくお願いいたします。以上、今月の映画主題歌リリースへの道のコーナーでした。今月の推しメン、このコーナーは毎月私佐藤美久がいろんなメディアでフューチャーされたり注目されている方々メンバーについて美久的に推していくというか、ご紹介させていただくコーナーです。題して今月の推しメン。
今回推しメンは、昨年秋にうちの事務所に入ってくれた俳優の西本光大がスタジオに入ってくれました。はい、プラスボックス所属の西本光大です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、まずはですね、うちの期待の俳優西本光大について、この番組をお聞きの皆さんに覚えていただきたく簡単なプロフィールをお伝えいたします。西本光大くんは福島県の出身で、高校時代演劇部に所属し、演技の面白さに触れ俳優になろうと思い、高校卒業後上京、2年間の養成所でのレッスンを経て、昨年秋うちの事務所に所属しました。特技は空手と書道、趣味は深夜ラジオを聞くことと、なかなか今の若者としては珍しいバックボーンというか、幅の広さを感じられるうちの、事務所期待の俳優の一人です。はい、ということで西本光大くんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張してます？緊張してます。あ、そう、はい、すごいね、今日ね、春らしいあの、はい、ピンクのね、映像配信もぜひご覧ください。すごいピンクがめちゃくちゃ似合う、ピンクのシャツを着ています、うん、今そう、そうなんですよ、はい、なのでぜひ映像配信もご覧ください、はい、ではまずね、事務所に入って、はい、約半年、だと思うんですけども、はい、プロの世界には少しは慣れました？いや、慣れてないですね。もう今も緊張してるんですけど。慣れない。そっか。そうですね。いや、なんか意識的に慣れないようにしてるんですけど、なんか緊張感を持ちながら万能に演じれたらいいなっていう意識は持ってるんで、慣れないですね。なるほど、そっか、はい。でも最初の頃よりかはちょっとは。うん、そうですね。そうですよね。うん、そっかそっか。まあ、さっきもね、あのプロフィールでも紹介したと思うんですけど、はい、私もあの高校時代演劇部だったから、そうなんです、まあ、そう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 。少しは分かるんだけど、はい、あのプロとアマチュア、あ、はい、となんか一番どこが違うなって思います？まあ、高校の時も別にプロとアマっていう風な違いは意識してなかったんですけど、うんうん、まあ、プロの世界に入って、うん、まあ、自分の商品っていう、自分が商品っていう意識と、うんうん、まあ、それに対して周りへの責任だったり、うん、まあ、結果を出さないといけないっていうのが意識的にできました ね、私もそうだなっていうふうに思います、うん、やっぱ高校はね、すごく楽しいとか、そうですね、みんなに見てもらいたいっていうのもね、うんうん、まあ、今もそうだけれども、はい、でもやっぱそうだね、責任っていうのはすごく大きいなって、私は、はい、この芸能界プロに入ってすごい責任感ってすごいなって私も改めて感じました。そうですね、うん、そうだよね、いろんなね、現場行くとね、はい、本当にそうだと思います、私も。で、まあ、このね、まあ、半年で、はい、まあ、結構多分現場ね行って経験してると思うんですけど、はい、最初に行った現場って何だったかな？テレビ朝日さんのドクター X で、うん、はい、行かせていた、参加させていただいて、そっかそっかそっか、あ、じゃあ私と一緒の現場でした、はい、があれが最初だったのか。そうです、そうです、そっかそっか、はい、そっか、結構最初でも大きいドラマにね、はい、なかなかありがたいです、本当に、なんかその時、うん、どうでした？すごい撮影時間長く、そう、そうなんですよ、その日がね、はい、まあ、あるコンサートというか、はいはい、会場でこう聞く観客役だったよね。そうですね、はい、その長かったのがすごい印象的だったのと、うん、あと西田敏行さんがいらっしゃって、うんうん、あの自分の席、列の席で2メートルくらいの先にいらっしゃって、おーって同郷なんですよ、福島、そうだ、そうなんですよ、そうだね、なのですごくなんか、そっか、この世界入ったら会いたいっていうのがあったので、すごい緊張はしました、うん、はい、西田さんすごい優しい方だから、そうですね、すごいもう周りを和ませていただける方なので、ザ・温厚みたいな、そう、もう本当に素敵な方だなって、はい、そのね、ドラマ行くために、ドクター X のために私は思いました。あ、そうです、うん、でね、すごいその日スーツをね、まあ、着るっていうね、はい、時で、すごいスーツがめちゃくちゃかっこよくて、あ、でね、そうですね、そうで、急遽あの投資家の、そうです、投資家、すごいもう投資家っぽいんですよ、はい、すごくかっこよくて、はい、で、まあ、投資家ということで、その、まあ、西田敏行さんが座る列に座るっていう、ね、はい、たまたま初めての現場で、それはなかなかないなと思って、ね、ビビっちゃいました ね、はい、ビビっちゃそんなことないと思うけどねはい、それだけね、まあ、すごい現場にね、はい、行かせていただきました、はい、で、
まあ、聞くところによると、はい、あのまあ、某作品でなんか早くも役付きだったということだったらしいんですが、はい、まあ、ちょっとここで、まあ、皆さんにねちょっとわからない部分、まあ、役者さんのまあカテゴリーについて、まあ、ちょっと私からね説明させていただけたらなというふうに思います。まず、エキストラって、まあ、私ね普段行かせていただいてるんですけど、その中でも、まあ、大人数のエキストラ、まあ、エキストラっていうのがあって、まあ、いろんな今き、この番組聞いていただいてる皆さんもこう登録したらボランティアエキストラで行けたりとか、そういうのが、まあ、大人数のエキストラで、そこでいろいろこうちょっとレッスンとか経験を積んでいくと、少人数のエキストラに、私たちが普段ね、行かせていただいて参加させていただいてるドラマだったり映画だったりね、はい、あると思うんですけれども、まあ、そこでたまにこうセリフをねちょっといただいたりとか ね、いらっしゃいませとかそういうでセリフをいただいたりとかもする、少人数のエキストラ。そこから、さらに、上というか、経験を積んでいくと、レギュラーエキストラっていうのがあって、まあ、例えば、そうですね、学校の例えば、キャストさんメインキャストさんの、同じクラスメイト。あ、そうですね。ね、そうだからクラスメイトは、まあ、やっぱり変わっちゃうとおかしな話になってきちゃうので、変えないというか常に出ていただくっていうのが、まあ、レギュラーエキストラ。セリフとかは、まあ、あるかもしれないんですけども、でも常にその現場に行くっていうのが、レギュラーエキストラ。そしてそこから、役付き、今回ね、西本くんが役付き、これはあの基本的にエンドロールに、名前が載ることを役付きって言います。で次に、単発キャストっていうのがあって、これは、私が、出演させていただいた、藤田真一監督作品の、撮る女で、私が出演させていただいたのが、これは単発キャストっていうんですね、うん、でそこから、レギュラーキャスト、そしてメインキャストとなっていくわけなんですけれども、はい、もう西本くんはもう少人数なんだけど、そこからもうレギュラーと突っ飛ばして、そうですね、あの役付きということで、はい、どうでした？いや本当に貴重なありがたい経験をさせていただいたんですけど、うん、もうまあ緊張しいなので、うん、本当に緊張して、まあ台本をいただいたので、あ、まあ、それすごいね、そうです、いただいたので、うん、まあ前日とかその前から結構練ってって、うん、行って、うん、まあその練った分しか出せなかったんですよ、本当緊張したんですけど、なのでまあその記憶しかないですね、うんうん、すごく長野まで行ったんで、あ、そうか、はい、聞いたなそれ、はい、はい、そっか、まあ、それだけね、まあ、すごいということなんですよ、その役付きっていうのがね、はい、で今までこう半年間、まあ、いろんな現場でトップの俳優さんのお芝居とかカメラが回っていない時の立ち振る舞いを見てきて、はい、一番印象に残った俳優さんはどなたですか？綾野剛さんがいらした現場に参加させていただいて、はいはい、まあ、詳しくは言えないんですけど、うん、まあ本当に撮影時がもう真っ黒に見えて、なんかオーラ的にすごい怖い印象、うん、まあ、でなんか撮影終わるとすごい明るく、うん、なんかもう役に入り込んでる感じがね、そうなんですよ、あるんだ、すげー、すごい、しびれました、へー、はい、そうなんだ。じゃあ、まあ、その、まあ、一番印象に残っている綾野剛さんで、はい、じゃあ目標とか、まあ、憧れてる俳優さんはどなたですか？小田切譲さん、あ、はい、小田切譲さんは憧れ目標、はい、そうですね。それきっかけとかあります？きっかけは入りは仮面ライダークーガなんですけど、わかります、はい、見ていらっしゃいました、見てました弟がいるので、あ、そうです、そうですよ、見てました、一緒に見て、はい、でそっから父親も好きなので、あ、小田切譲さんが出演されてるドラマ映画を見て調べていったら、うん、映画監督もされてるということで、そうですね、すごく興味深く、はい、今も、そうですね、はい、目標の俳優、はい、そうか、そうなんだね、はい、いらっしゃいますか？あ、私は、韓国の女優さんで、韓国、そう、ユン・ウネさんっていう、ユン・ウネさん、ウネさんっていう、はい、そう、女優さんがいて、すごく可愛らしいんだけど、はい、すごい大人っぽい役から元気な役まで幅広くできる、すごいですね、女優さんで、すごい顔が、表情がくる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 変わるのが、うん、見てて清々しいというか、かっこいいなって思って、ぜひ調べてみてください。あ、わかりました、すぐ調べます。ユン・ウネさんっていう方です、ユン・ウネさん、はい、ではちょっとここから、少しプライベートについてお伺いしたいと思うんですけど、はい、あの趣味がね、あの深夜ラジオっていうのはどういうきっかけで聞くようになったの？きっかけですか、うん、あの中学の
技術の授業があったんですね。技術の授業でラジオを作るっていう期間があって。そんなのがあるの？あるんです、あるんです。なんかキットがあって、それを見て作るんですけど、はい、そのラジオを作ってすごい愛着が湧いて、それでラジオを聞くっていうのがきっかけだったんですよ。そうなんだ。そうなんです。すごい。私技術の時間であれだったな、あの延長コード作ったよ。延長コード。延長コード。延長コード。今でも使ってるよ。ああ、まあそうですね。そう、愛着湧いちゃって。それも愛着湧いちゃって。今もあるの、その。あのそれはまあ実家にある。あ、そっか。でも大切に取ってあるという。そうですね。へえ、すごいな。いいな。そういうのも楽しかったな、私。そこからラジオ聞くようになったんだ。そうです。最初は声優さんの番組を聞いてたんで。今はどういった番組聞いてるの？今はあのオールナイトニッポンを主に聞いてます。そっかそっか。そうですそうです。いろんな。なるほどね。はい、じゃ あの他に、まあ、時間がある時って何してることが多いの？まあインドアなので、もともとインドアなので、まあ、YouTube 見たり映画見たり、録画が溜まってたら見たり。あ、すごい。そうですね。まあ、外に出るとするならば、ジム行ったり。おー、かっこいい。最近ジム行ったんですよ。そうなんだ。始めちゃってデビューしちゃって。デビューしちゃって。そうなんですよ。頑張って。体力もねすごい大事だからね、この業界ね。そうですね。はい。でちょっとこれみんなに聞いてるんだけれども、はい、まあ、私佐藤美久のこう会うまでのイメージと、まあ、実際に会って第一印象、はいはい、あと今の印象って聞きたいんだけど、はい、どうですか？まあ会う前はプロフィールでしか情報ない、うん、ということで、まあ、写真を見て明るそうだな、うんうん、明るい印象だなっていう、それを持ってでワークショップとかでお会いして、うん、第一印象はなんかすごいギャップを感じたんですね。なんか申し訳ないですけど、うん、なんて言うんですか、サバサバというか、あークールっぽい、クールっぽい、あー、そっか、印象を受けました、第一印象は。嬉しい嬉しい。で、まあ、今はお話しする機会があるので、なんか話してると楽しい方だなって思います。うん、あ、はい、それはありがとう、ありがとうございます。すごい幅がすごかった。あ、そうなんだ、はい、嬉しいわ。それはありがとうございます。いえいえ、今後もね、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今後はじゃあどういった活動をしていきたいと思いますか？今後はまあ、俳優として着実に歩んでいきたいと思います。うん、それこそ、まあ、エキストラとして参加させていただいているので、うんうんうん、次のステップで言うと、うん、まあ、レギュラーエキストラなので、そうだね、うん、それを目標に今は活動しようかなと思います。うん、はい、ラジオはどうやりたい？いや、ラジオは機会があればやりたいと思います。はい、ぜひね、その際はぜひ皆さん聞いていただければ。あ、そうですね、よろしくお願いいたします。他のもね、安田くんとか的場くんのセカンドベースにもね出てるんだもんね。はい、そうですね、その、ね、映像配信もございますので、はい、ぜひよかったらご覧いただければなと思います。お願いいたします。はい、ではですね、このあたりで今回のゲスト、うちの事務所の期待の俳優、西本光大からですね、この番組をお聞きの皆様にメッセージをお願いします。はい、改めましてプラスボックス所属の西本光大です。俳優として、半年間プラスボックスでやっておりますが、今後も、活躍できるよう努力いたします。よろしくお願いいたします。はい、ということで、今回のゲストはうちの事務所の後輩西本光大に来ていただきました。西本くん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。以上、今月の締めのコーナーでした。皆さん、なんともエンディングの時間となってまいりました。最後までお聞きいただきましてリスナーの皆さん、本当にありがとうございました。番組オープニングで申し上げました映画ドラマの出演情報などに関しまして、詳しくはウェブで事務所の公式ツイッター、もしくは私佐藤美久オフィシャルブログなどをチェックしてみてください。それでは佐藤美久の女優道、また次回夕方6時にお目にかかりましょう。この番組のパーソナリティは佐藤美久でした。